はい、どうも、ケンマイです。今回なんですけども、そもそも動画を投稿するのが久々なんですけど、アンセムの動画になります。今回の動画では、アンセムの現状と、あと、天変地異、次の大型アップデートの天変地異が、いつ頃来るかっていうのを、ちょっと考えてみようかなっていうふうに思います。じゃあ、まず、アンセムの現状の話をしようと思います。結構、そのアンセム自体が、もうかなり話題から離れちゃっていて、で、もうかなりね、ユーザーから見放されてしまっていて、そもそもね、ネット上にアンセムの話題もないし、情報も少ないっていう状態になってきましたと。それで結構動画のコメント欄とか、ツイッターの DM とかで、そのアンセムの現状を教えてくださいとか、結構声を聞くんで、そこはしっかりと発信していこうかと思います。で、現状なんですけど、1ヶ月前と何も変わってないです。アップデート自体が来てないので、1ヶ月前と何も変わっていないっていう状況です。ただ変わっていってるのは、人口の減少の部分かな。暴虐の渦をね、基準にしてちょっと、例えると、グラマスさんはもうほぼほぼマッチングしなくなってきましたね。1ヶ月ぐらい前だと、グラマス2はまだマッチングしたんですけど、もうね、グラマス2もマッチングしない。もうなんか、時間にもよると思うんだけど、グラマス2もマッチングほとんどなんかしづらくなってきてる状況です。で、グラマス1の渦も、ぼちぼち、ちょっと時間待たされる感じ。1、2分ぐらいなんか待ってマッチングが成立するみたいな感じの状況になってます。だから、そもそもアンセムのプレイ人口が少なくなってきてるっていう状況かな。それはね、1ヶ月何もアップデートないと、話題性もなくなるし、もう1ヶ月同じ作業を永遠と繰り返すってなかなかできないから、当然かなとは思う。そんなアンセムなんですけど、1ヶ月ちょっとぐらい前に、PC 版の方にはテストサーバーが来ました。で、そのテストサーバーで一体何をやってるかっていうと、次のアップデートの、テストをそっちのサーバーで行って、で、クオリティチェックをした上で、いつもみんなが遊んでるサーバーの方に、データを反映するみたいな。だから、いざ本番に上げる前に、しっかりね、事前にテストサーバーの方でチェックして、バランスチェックもそうだし、バグチェックもそうだけど、テストして本番に上げるっていう感じのフローを、今、アンセムは取ろうとしてます。テストサーバーの方では、すでに、天変地異が実装されていて、そっちでは、現状天変地異は遊べます。だから、それもね、人口がちょっと少なく感じてしまう、一つの理由だと思うんだけど、PC 版の方は、要は本番サーバーとテストサーバー二つに分かれてて、それは完全に二つ、単独で別物なんで、人がね、分かれちゃってるんですよ。だから元から少ない人口が二分割されちゃってるんで、ちょっとなんか、あまり良くない状況になってます。で、いつもやってる本番のサーバーの方にはアップデートは一切来てないんですけども、そのテストサーバーの方には結構ね、頻繁にアップデートが来てます。で、そのアップデートの中では、いくつかのね、新しい武器だとか、あと新しいスキルだとか、結構ね、いろんな種類の、いくつだっけな、20個ちょい現状だと、増えてるのかな、とか、結構いろいろね、細かい変更がされてる状態です。だから多分運営の方針的には、現状はもう一旦置いといて、捨ててしまって、で、未来のね、天変地異に全力投資するっていう形になったのかなっていうふうに思います。あと、天変地異の実装に伴って、多分、今まで使ってた装備が、ちょっとワンランク下がって、で、天変地異実装後の装備の方がレベルが高いみたいな感じになると思うんで、実質装備の集め直しになるのかなっていうふうに思ってます。これをポジティブに捉えるか、ネガティブに捉えるかっていうのは、かなり個人差のあるところだとは思うんだけど、個人的には結構ポジティブに捉えています。結構ハクスラにはありがちな、システムかなっていうふうに思っていて、シーズンに分かれてて、そのシーズンごとに新しい装備の、装備の格が上がっていくみたいな感じで、実質集め直さないと、一番強いところに太刀打ちできなくなってくるみたいな、そういう感じ。それの何がいいかっていうと、装備を拾って、で、自分の今の装備と比べて、あ、こっちの方が強いじゃんって言って、装備を更新していくような、その楽しさっていうのが、ハクスラの、醍醐味だと思ってるから、その流れをね、もう一回楽しめるっていうのは、個人的には嬉しいけどな、っていうふうに思います。アンセムで言うと、コモンのアイテムで戦ってて、で、たまにね、アンコモンのアイテムが落ちて、お、こっちの方が強いじゃん、みたいな。で、その後、レアの装備、マスターワーク、この集めていく、下の方から集めていく楽しさって、やっぱみんな感じだと思うんだけど、それをね、また楽しめるっていう点では、ありなんじゃないかな、っていうふうに、思ってます。
まあ、だから天変地異が本番に実装されたら、まあ、ちょっとの間はねちゃんと楽しめるんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい、じゃあそのね肝心な、天変地異がいつちゃんと実装されるのかっていう話なんですけども、この時期に関しては運営からね一切まだ情報が出てない状態です。ただまあ、現状それなりにね形にはなってきてるっぽいので、レディット上とかでは8月の頭から9月の間ぐらいまでには来るんじゃないかなっていうふうに、まあ、予想されてます。まあ、8月の頭とかできたら結構早い方なんじゃないかなっていうふうに感じますね。まあ、アンセムねもうなんか結構売っちゃった人多いと思うんですけど、値崩れして500円から1500円ぐらいの間で買えるような値段になってるんで、もしね天変地異が気になる人がいたらぜひ買い直してみてください。そしてまだ売ってない人はね、天変地異入ったらぜひ一回楽しんでみてはいかがでしょうか。なんで俺がこんなそのアンセムの宣伝をしているのかよくわかんないですけど、そんな感じで今回は終わろうと思います。まあ、自分もちょっと新しい武器とか新しいスキルとかどういうものがあるのかっていうのをちょっと動画にしたいので、実際にねテストサーバーの方で遊んでみて新武器取ったらこれ強えみたいな動画をね今後も出していこうと思うんで、ちょっと期待しててください。今後も見放さずアンセムやっていこうと思うんで、よかったらね皆さんチャンネル登録と、高評価の方できればよろしくお願いします。まあ、ツイッターもやってるんでよかったらフォローしてください。はい、てな感じで、最後までご視聴していただきありがとうございました。バイバイ。